皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔です佐藤のラジオ第625回よろしくお願い、しますはい今回は2023明治安田生命 J1 リーグ第19節、名古屋グランパス対川崎フロンターレの一戦について展望を話していきたいと思います。試合は7月1日土曜日18時、トヨタスタジアムで行われます。 はい、で対戦相手、川崎フロンターレなんですが、ここまでリーグ戦17試合を昇華して、7勝6敗、4分け、勝ち点25、現在、順位は第10位ということですね。で得失点見てみると、得点21に対して失点が19ということですね。さらにリーグ戦直近5試合の成績を見ると、2勝2敗、1分けということですね。でまあ、近年のねフロンターレの成績からすると、前半戦を終えて第10位というのは、 ややというかかなり物足りない厳しいシーズンということが言えるのかなと、ま、後半巻き返すぞというところなんだと思います。まあ、やっぱり主力選手の移籍であったり負傷ですねレアンドロ・ダミアン選手であったりジェジェユ選手軸となってきた選手がなかなか思うように出られていないというところがやはりこの成績の要因の1つなのかなと思います。まあ、あの改めてと言いますかね J1 で 継続して上位を維持するということの難しさを感じるかなというところですね。で、得失点を見ると得点17試合を消化して21得点というのは、まあ、やはりフロントアレからすると物足りない数字なのかなと思います。まあ、十分にね。得点が取れていないというところが、今期のね。まあ、成績の難しさというものに繋がっているのかなと。 思いますますあそんなフロンターレなんですけれども、まあ、今期のねスタッツを見てみてもやはりボール保持率高い自陣でも相手陣でもそうですしボール保持率が高い試合が多いというところで、まあ、ボールを保持しながら相手を崩していくという狙いであったりスタイルというのは大きく変わっていないというところなんだと思います。まあ、ただやっぱり 最後のフィニッシャーのところ、レアンドロ・ダミアン選手だったり、小林選手だったりっていうところがね、コンスタントに出場できていないというところもあって、まあ、最後誰が点を取るのかっていうところが、なかなかはまりきっていないという難しさがあるのかなという印象は受けます。で、まあ、先ほど言った通り、やはりフロンターレ特徴のあるチームだと思います。で、まあ、対するグランパスなんですけれども、前半戦は。 フロンターレ戦アウェーで2対1で勝利を収めることができたということですね。でまあフロンターレというチームカラーからしてもやっぱり明日グランパスのホームゲームフロンターレからするとアウェーゲームというところですけれどもだからやり方を変えましょうというチームではないと思います。明日グランパスホームゲームであってもフロンターレはねやはりその特徴というかボールしっかり保持してというサッカーを狙ってくると。 思うのでそれに対してグランパスがどのような準備をしていくのかというところがまず1つ注目なのかなと思いいますはい、で名古屋グランパススターティングイレブンメンバー予想なんですがゴールキーパーラングラック選手ディフェンダー右から藤井選手、中谷選手、川面選手ウィングバック右に泉選手、左に森下選手ボランチは稲垣選手、長澤選手トップ下にマテウス選手ツートップはユンカー選手、永井選手の11名を予想します。 でまず負傷者ですね、前節、野上選手、交代時に足を引きずるような状況でした、まあ、今節、難しいかもしれない負傷の影響もあってというところなので、川面選手をスタメン予想しました、で、まあ、丸山選手に続いて、野上選手も負傷で離脱となってしまうと、ディフェンスラインの選手起用がかなり難しくなってくるというところは。 あるのでまああのー、そうあっては欲しくないなとは思いつつというところではありますでまあさらにボランチのところで言うと米本選手が出場停止ということになります稲垣選手の相方が誰になるのかなというところでまあその試合はやはりグランパスがボールを握っていくというよりはまあ、フロンターレがボールを保持してという中で中盤 やっぱり守備強度を落としたくない強くしたいというところはあるのかなと思って長澤選手、まあ、経験もある選手ですしスタメン予想というところですね、まあ、負傷者がどうなるのかというところであったり米本選手の欠場もあるというところで明日の試合に関していうと少しスタメン予想が難しいかなというふうに感じております。 はいでまあ明日の試合の展望の前に、一つ、編成の話をというところで、東ジョン選手と前田直樹選手の復帰が発表をされているというところですね。で東選手の復帰に関しては 水戸側ののゴーーールキーパーの事情とどうも、あの、水戸のゴールキーパーの選手に負傷者が出ていたようで、まあ、あの、そういう意味合いもあって、育成型期限付き移籍で東選手が加入していたと、まあ、なので、もともとある程度のところで、グランパス復帰が予定されていたのかなというふうに思いますので、まあ、東選手としてはまたグランパスでトレーニングからしっかりアピールして、 いいいいい成長をしてしてほなという,ふうに思いますでこれでグランパスのゴールキーパーの編成が5名体制になるので、まあ、少し多いのかなというところもあって動きがあるのかないのか少し気になるところかなと思います。で前田選手の復帰ですね。前田選手の復帰はやっぱりグランパスにとって単純な戦力という意味合いでは非常に心強いですね。ツーートッップととしししててももそうですしシャドウアタッカーとしても とても期待のできる選手なので攻撃陣の選出は間違いなく熱くなるでしょうし、まあ、スタメン争いにも割って入るレベルの選手だというふうに思います。まあ、コンディションが整いさえすればというところではあるんですけれどもで、まあ、ただ一方で前田選手にとって今回の海外挑戦海外移籍というのは、まあ、本当にかなり満を持してというところはあったと。 いいう,うに思います。そんな海外移籍で移籍後すぐ大きな怪我をしてしまってというところで思うような活躍ができなかったとまあしっかりね力を発揮してコンディションいい状態で勝負をしてまあ,あの一定の結果なりが出たというところであればまだわかるんですけれども負傷が絡んでというところなのでまあやっぱり本人にとって悔しい気持ちはあるのかなと。 思いますでまあそういったいろいろな思いはあるとは思うんですけれどもねもう一度グランパスでねしっかりコンディションを整えてあのいい活躍をして前田直樹ここにありというようなものを見せてほしいなという風うに思いますまあ、前田選手ね大いなる期待を持って応援したいなという風に思いますはいで改めて明日の試合の展望というところなんですけれどもまあ、対戦相手フロンターレ なので、まあ、これまでの、まあ、両チームの対戦からするとフロンターレがボールを握ってグランパスがカウンターを狙っていくというようなね、非常に分かりやすい展開というところが予想をされるとで、まあ、前回対戦の1点目なんかもまさにグランパスの狙った通りの得点だったというところだと思うんですが、まあ、当然、明日の試合もね、そういった展開になるというところも十分予想はできるんですけれどもでは明確にそうなりそうかというとちょっと。 わかかかららなないいいいととととううののののが、まあ、最近のグランパスの取り組みというところからも伺えるのかなと思いますで、まあ、前節 FC 東京戦でもかなり顕著だったと思うんですが、まあ、グランパス奪って早く攻める、まあ、リアクションサッカーと、まあ、そういうものももちろん持ち合わせてはいると思うんですが、まあ、そこから一歩進もうと、まあ、自陣からボールをつないで攻撃に移るというサッカーというものにも取り組んでいるように 見えましたまああの選手監督のインタビューなんかからしてもそうなのかなというところだと思います。特にまあ SC 東京戦かた、まあ、くなまでにという表現が適切かもわからないですけれどもかなりあの何度もゴールキーパーからのあのゴールキックビルドアップを試みてまあフィード蹴るのではなくてセンターバックにパスを出してというところからサッカーを始めようということをかなり徹底してやっていたように 思います。でまあ当然長いシーズンまあシーズンも半分超えてあの各チーム分析も進んでいるというところで同じようなサッカーをしていれば勝てるというようなものではないという中でまあ変化進化というものは必要になってくるという中でまあグランパスは今そういった取り組みをしているのかなと思いますでやっぱりそもそもグランパスハイプレスをかけられた時のボールの運び方というのはもう ずっと抱えている問題だというふうに思いますしまあ、それに対してまさに正面から取り組んでいるのかなという印象を受けますまあ、ただ前節はなかなかそれがうまくいかずかえって FC 東京のハイプレスの餌食になったというような厳しい試合だったんですけれどもやっぱりまあ前節かなりうまくいってないなというところはチームとしてまあピッチ上もベンチも分かって いいたと思いますそれでもやっぱりやり方を曲げなかったという取り組み方を見る限りやっぱりここでチームとしてチャレンジをやめるということはなかなかしないのかなというふうに思いますなので明日もねゴールキックの際は蹴るのではなくてパスでつなぐという機会も増えるのではないのかなと思いますでまあそうなった時に、まあ、前節ね FC 東京戦がそうだったように相手のプレスにはめられてとなかなか うまく攻撃できないというようなねあの状況に陥るかもしれないですしまあ正直そのゴールキーパーからショートパスで繋いでいくという取り組みがね今のグランパスの布陣にマッチしているのかどうか。 ちょっととわからななないいいう不安な点がないわけではないまあその布陣に関してはあのミスマッチがあるというよりはこれまでグランパスがそういうサッカーをしていなかったという部分が大きいだけな気もしますけれどもまあ大丈夫かなと特にね FC 東京戦を見てからの状況なので不安はあるんですけれどもやっぱりチームとしてずっと抱えていた問題に チャレンジをしていて、まあ、しっかりと、ね、前進しようとしているというところなので、チームの、ね、前向きなチャレンジというものには、やっぱりしっかり応援したいなと思いますし、それでね、一つ殻を破って、後ろからもしっかりつなげるんだと、ハイプレスは怖くないんだということになれば、また一つチームのレベルが上がっていくのかなというふうに思いますのでね、そういった取り組みというものもしっかりとあの見ていきたいなと思います。 で、まあ、前節ね、あれだけうまくいかなかったというところで、改善点はたくさん出たというところだと思います。まあ、なのでね、前節よりもいいサッカーと、新たなグランパスというものがね、垣間見えるようなサッカー、試合を期待したいなと思います。で、まあ、変革の途中でなかなかうまくもいかないというところはあって、もちろんそれはそういうものだと思うんですけれども、とはいえ、 明日の試合やっぱり前節負けているのであの連敗阻止がかかった試合というところですねやっぱりリーグ上位争い残っていくためには連敗は避けなければいけないというところでそういう意味でも非常に大切な試合ということですねでフロンターレに対しては今季アウェーで勝てているので明日ホームで勝つことができればフロンターレに対してシーズンダブルを 達成することができるということでまあここはね本当にあのー、ここ最近のねフロンターレとの対戦成績なんかを見ていてもやっぱりフロンターレにシーズンダブルを達成するというのはグランパスにとって大きな意味があるのではないのかなという風うに思います一ファンの目線からするとぜひフロンターレにねあのしっかりと勝ってほしいなというところは ありますでまあ明日ね天気まあ心配でまあおそらく雨なのかなというところでまああのー、そんなところでパスサッカー大丈夫かなという気もしないでもないですけれどもねまあしっかりチームを信じてグランパスの勝利というものに期待したいなというふうに思いますはいそんなところで「サトーンラジオ第625回」今回はこの辺りで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします